はい、今日もですねテラバトルのキャラクター紹介をやっていきたいと思います。代表です。今日紹介するキャラクターは、A クラスのブルババというキャラクターです。このキャラクターはですね、ちょっと特殊なステータススキルを持っていまして、通常物理キャラっていうのは、まあ、例えばそのこういうふうにメガアローとかそのメガスピアとかそういう攻撃をするスキルと、あとカウンターっていう、まあ、相手から攻撃された後に跳ね返す攻撃を向こうに与えてしまうというそういうスキルを持ったキャラクターがいるんですけども、そういった中でブルババはそのカウンターに特化したキャラクターと言えるキャラですね。はい。というのも、まあ、例えばジョブ1にカウンター防御力 10% アップっていうのと、まあ、ジョブ2、ジョブ3にもあるんですけども、そのカウンター防御力アップ、1回攻撃された後に防御力が 20% 上がりますよっていう、あと攻撃された後に、挟まれた後に攻撃力 10% 上げますよっていう。で、この防御力アップ、攻撃力アップ、防御力アップっていうのを全部使えば、まあ、ちょっとは強くなるかなと。でも、いかんせんね、このキャラクター自体がそんなに強くないんですね。まあ、ジョブ1で HP が3000に満たなかったりとか、防御力が256。ジョブ3でも311っていうところで、まあ、まあまあ、物理防御力は多少あるんですけども、まあ HP はそんなに高くないですしね。まあ A クラスなんで。悲しいかな。このキャラクターがカウンターを食らう頃にはもうブルババ自体がやられてしまっているというね。非常に悲しいキャラクターでもあります。まあ、見た目の、まあ面白さ、おじさんキャラだかで、だとか、まあ他にいるこの、B クラスの仲間たち、オピー、ザンっていうね。この二人も、本当に三大珍味というか、僕は本当にまあ、シャグナ、オッパリ、ザン、ブルババで、珍味してんのって勝手に僕の中で思ってるんですけども、まあ、その中では一番強いのかな。まあ、一応 A クラスなんで、ね、他のやったらは B クラスですから、まあ、そのうちオッパリとザンも紹介していこうと思うんですけども、このブルババですね。もう見た目は完全におじさんですね。もう、40ぐらいのおじさん、40、45ぐらいの、お腹出切ったおじさんになっちゃってると。まあ、ちょっと哀愁漂うキャラクターなんですけども、まあ人のことは言えないかなっていうね。まあ僕もこんな腹になっていてもおかしくないんで。で、まあジョブ2になると、まあちょっと、軽くイケメン風にはなりますけど、でもやっぱお腹はすごい出てます。うん、まあ物理攻撃もギガスピアがあるぐらいで、うん、やっぱカウンターっていうのがね、今のところ有効な、その、クエストっていうのはそんなにないので、まあ逆に倒しちゃいけない敵がいるときとかに、いいのかもしれないですね。あ、でもそれもどうかな。カウンターしちゃうから、それはそれで、どうなの？使い道がわかりません。言っちゃったよっていうね。まあ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 。こんな感じで、まあジョブさんもちょっと、まあ同じような感じですね。ただですね、このキャラクターは、その他の3、おっぱり残にはない良さとして、再構築ができるっていうね。ここにも書いてあるんですけども、ブルババラムダっていうキャラクターがいます。これも結構最近、再構築されたキャラで、結構能力がもう断然上がっちゃってるんですね。はい。これ結構使えます。まずね、A クラスだったのが、まあ、SS クラスになっているっていうのもあるんですけども、レベル90の時点で、まあ、攻撃力436。まあ、防御力はね、ちょっと上がったぐらいですけど、まあ、魔法防御もね、まあ、もう1ランク、2ランクぐらいアップしてますね。まあ、物理キャラとしては、まあ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 結構強いというか、単純な耐久力で言ったらバルラムダなんかよりも強いんですよね。うん。まあそういう意味ではまあ、カウンターという能力を使うにはいいのかもしれないですね。うん。
で、まあ、能力的にもね、まあ、レベル1でテラソードが使えますし、剣キャラとしては優秀になってきます。でも、マイティカウンターっていうのは、周囲2なんですけど、通常だとカウンターっていうのは、挟んだ敵だけに対して攻撃をするっていうのが基本なんですけども、このマイティカウンター周囲2っていうのは、挟まれた状態でカウンターするときに、その周りの周囲2の枠内の敵にダメージを与えるっていう、ちょっと範囲攻撃みたいな、カウンターの範囲攻撃みたいなのができるので、まあ、結構それで倒せたりするときもあるんですね、うん。あとは本当に、だから、まあ、カウンター、パワードポイントアップがありますからね。意外とこれも、クエストであったりとか、対戦ですか。対戦でも使えたりするんですけど。まあでも、そう、剣キャラって今すごく、優秀な剣キャラがたくさんいるんで、あえてこのブルババを選ぶっていうのは、相当なブルババ好きじゃないとありえないかなっていうのはあるんですけど、ただしですね、子供杯で、まあ、キャラクター見てもらう通り、子供になっちゃってるんで、子供杯っていう、その、子供のキャラクターだけ能力がアップするという、まあ、2倍とか3倍とかになるんですけども、そこでだと、逆になんか、そこそこの物理キャラより使えるので、まあ結構意外と使っている人がいましたね。ガッツラムダよりは使えないけど、でも耐久力があるから、その壁役としてはすごく優秀だったなっていう記憶があります。というわけでね、ブルババンラブダになっちゃうと本当に優秀になっちゃうんでね、ネタキャラとしての面白みが全くないという、自分の面白みをなくしてどうするんだブルババというぐらい優秀な、キャラクターですね。はい。もしブルババを手に入れたら、あーなんだブルババかよザコじゃんと思わずに再構築をすると思うと非常にね頼もしいキャラになるんで、まあ逆おすすめですね。まあだから早く育てて、剣キャラ、ラムダ化しちゃえば優秀なキャラになるんで、ぜひちょっと試してみてください。今日はそんな感じになります。もし、お時間とかありましたら、いいなと思ったら、チャンネル登録とかしていただけるとありがたいです。それではまたお願いします。どうもです。